偉大な信仰による義人の箇所で私たちは距離を見てきました。パウロは人間が罪人であることを鮮やかに語りました。そして彼は神様が罪人たちのために義を用意されていることを明らかにし、信仰による義人が説明されます。今彼はこの真理を旧約聖書の2人の人物をもって霊唱します。アブラハムとダビデです。 立法と福音の間には調和と賛同があるのだという3章の自分の意見を確立しますこの2つとは正反対の体制を代表していますがお互いに矛盾もしないし衝突もしないのです立法以前のアブラハムは信仰によって義とされましたそして立法のもとにあったダビデは信仰による義人を歌いましたローマ人への手紙4章1節それでは肉による私たちの父祖アブラハムの場合はどうでしょうか 私たちの最初の父祖、アブラハムという言い方は、イスラエル民族があるアブラハムから始まったことを示しています。アブラハムは肉による自分の行いは誇ることを生むのではなく、恥と混乱等を生むということに気づいたのです。彼には誇ることは何もありませんでした。私はアブラハムは偉大な人物だったと思います。特にロトのことに関してはそうです。彼はソドムとゴモラの王たちから報酬をもらうことをしませんでした。でも他の部分では、アブラハムは神様を信じず、エジプトに逃げました。あのエジプト人の女奴隷と彼女に生ませた息子のことは、アブラハムが誇るべきことではないのです。 ローマ人への手紙4章2節もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら彼は誇ることができます。しかし、神の見前ではそうではありません。 彼が誇ることができる肉の行いのことですが、しかし神様の見前ではそうではないのです。彼は自分の中では誇ることもできますが、神様の見前では誇ることはできません。アブラハムは神様の見舞いに価値があるとみなされる良い行いをしたという前提に立っています。事実を言えば、アブラハムは多くの行いを行なしました。でもびっくりすることには、これらの良い行いは救いの根拠ではなく、救いの結果であり、信仰によって認められたことの結果なのです。これは信仰の行いです。アブラハムは神様を信じ、遺作を捧げました。 ローマ人への手紙4章3節。聖書は何と言っていますかそれでアブラハムは神を信じたそれが彼の義と見なされたとあります。 パウロは最終的な権威として聖書に訴えます。ここで彼は聖書を擬人化しています。聖書は神様が話していることです。聖書は何と言っていますか彼が訴えることのできる権威は他には一つもありません。パウロは言っています。聖書の言っていることに耳を傾けなさい。神様がご自分の御言葉の中であなたに話しかけているのです。これはなんと素晴らしいことでしょう。アブラハムは単純に神様を信じたということです。彼はありのままの神様の御言葉を文字通りの意味にとり安心して倒りました。神様は義をアブラハムの口座に入れられたのです。神様は彼に義を記されました。 ローマ人への手紙4章4から5節働く者の場合にその報酬は恵みではなくて当然支払うべきものとみなされます何の,働何の働きもない者が不経験なものを義と認めてくださる方を信じるならその信仰が義と見なされるのです 彼の救いはただ他の基準で与えられました。それは神様の恵みによる受けるに値しない恩恵でした。何の働きもないものが、つまり救いに値するようなことであなたができることは何一つないということです。でも不敬気なものを義と宣言してくださる神様を信じるのです。そして神様は不義な者たちだけをお救いになるのです。 何の働きもないものの信仰が義とみなされるのです。信仰だけが唯一の条件です。神様は行いの代わりに信仰を受け入れられます。信仰のうちには何の功績もありませんが、信仰は神様がふんだんに提供される義を受ける唯一の方法です。信仰は神様を礼拝し、人間のために義を確保します。ローマ人への手紙4章6から7節ダビデモもまた、行いとは別の道で、神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され、罪を負われた人たちは幸いである。 ダビデには何の行いもなかったからです彼の行いは悪でしたですから義は完全に行いから離れていなければなりませんでした義は全く違う原則のもとに来なければならなかったのですこれはダビデの偉大な懺悔の詩幣の一つですこれらの説はダビデの大きな罪と告白とそしてそれに続く受容の結果です幸いであるは罪が許された栄光ある素晴らしい喜びを表現しています許されとは明確で完全な許しの行為を示していますここでは罪人をご自分の愛の腕の中に抱き愛情を持って彼を受け入れられる神様の優しさを語っています 彼のの罪は覆れれ、れます。す。イエス・スキリストが死なれご自分の血を流されたからですローマ人への手紙4章8節主が罪を認めない人は幸いである言い換えれば主がその人の罪を彼の口座にお入れにならない人は喜ばしいということですダビデは大きな罪人でした神様はナタンが告げたようにダビデの罪を見過ごしてくださいましたナタンはダビデに言いました第2サムエル記12章13節 主もまたあなたの罪を見過ごしてくださったあなたは死なないそれでもやはりダビデは懲らしみを受けましたダビデの子供たちのうちの4人が死にました長男のアムノンアブシャロムそしてアドニアです一生の間悲しみがダビデを苦しめましたでもダビデの過ちは彼の口座には入りませんでした他の人が彼のためにそれを担ったのです ローマ人への手紙、4章9から10節それではこの救い幸いは、活礼のあるものにだけ与えられるのでしょうかそれとも活礼のないものにも与えられるのでしょうか私たちはアブラハムにはその信仰が義とみなされたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義とみなされたのでしょうか活礼を受けてからでしょうかまだ活礼を受けていないときにでしょうか活礼を受けてからではなく、活礼を受けていないときにです。 ダビデが許された立法のもとにある人の喜びを語りましたから、ユダヤ人たちはダビデは割礼に属しており、割礼によってだけ喜びを期待できると答えることでしょう。そういう理由でアブラハムは立法の前に、また自分が割礼を受ける前に義と認められたのだということを示すために、パウロはアブラハムに戻ります。神様は彼に約束をされました。そしてアブラハムは神様がそのことをされると言われた以外には、どんな種類の同意もできる。ずっと前に神様を信じました。アブラハムは神様のありのままの御言葉を信じたのです。 ローマ人への手紙、4章11から13節彼は滑稽を受けていないとき、信仰によって義と認められたことの証印として、滑稽という印を受けたのです。それは彼が滑稽を受けないままで信じて義と認められるすべての人の父となり、また滑稽のある者の,の父となるためです。すなわち、滑稽を受けているだけではなく、私たちの父、アブラハムが無滑稽のときに持った信仰の足跡に従って、歩む者の,の父となるためです。というのは、世界の相続人となるという約束が、アブラハムに、まあるいはまた、その子孫に与えられたのは立法によってではなく、 信仰の義によったからです神様は割礼が紹介されるずっと前にアブラハムにこの約束をされましたアブラハムはただ神様を信じましたそれだけですローマ人への手紙4章14から16節もし立法による者が相続人であるとするなら信仰は虚しくなり約束は無効になってしまいます立法は怒りを招くものであり立法のないところには違反もありませんそのようなわけで世界の相続人となることは信仰によるのです ご覧のように神様は信仰だけによってアブラハムを救われます。さて、何か他のものに注目してください。アブラハムは実際、よみがえりを信じる信仰によって義とされました。ローマ人への手紙4章19節アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの単位の死んでいることと認めても、その信仰は弱りませんでした。 信仰自体の中には何の功績もありません。ご覧のように、アブラハムの周りには彼が信頼することのできるものは何一つなかったのです。彼が信じることのできるものも見ることのできるものも何一つありませんでした。彼は神様を信じただけです。それが大切なのです。ローマ人への手紙4章20から21節彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。 彼には双心はありませんでした彼は状況から目を背け約束に目を留めました状況がそれを無効にするという事実にもかかわらず彼は約束を信じました彼はその約束をくださった方の上に約束を確信しましたそれで神様を礼拝しましたお分かりのように人間は神様にご栄光を期するために作られたのですが不従順によって逆のことをしたのですそしてあなたが神様にご栄光を期する唯一の方法は神様を信じることです固く信じましたとは彼が淵までいっぱい満たされたという意味です疑いの入る余地はありませんでした ローマ人への手紙4章22から24節。だからこそ、それが彼の義とみなされたのです。しかし、彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけではなく、また私たちのためです。すなわち、私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。 神様はアブラハムを神様の約束に対する彼の信仰のゆえに義と宣言されました。この約束とは神様が死の体、すなわちサラの体から息子を蘇らせられるという約束です。サラの体は墓でした。死の場所でした。でもそこから命が出てきました。アブラハムは神様を信じました。この蘇り、つまり死からの命を信じる信仰は彼が持っていなかった彼の義の代わりに神様がアブラハムからお受けになったのです。神様はご自分がご自分の御子を死の場所から蘇らせると信じる人々に永遠の命を約束されています。 ローマ人への手紙、4章25節。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。これこそ、キリストの死だけでなく、主の蘇りをも信じる信仰です。イギリスの聖書解説者で、長老派の牧師、マシュー・ヘンリーは次のように言いました。キリストの死によって、主は私たちの借金を返された。ご自分の蘇りによって、主は私たちの領収書を取られたのである。 神様はキリストの死と蘇みりとを信じる者をきと認められますなんと素晴らしいことでしょうあなたは神様とそこまで行きましたかあなたは神様を信じておられますか